こんにちは。今日は京都府のラックモーターサイクルでいいですか、はいはい、ラックモーターサイクルにお邪魔しております。代表の杉原さんです。杉原です。よろしくお願いします。杉原さん、ラックは何年目ですか、うん、今年で21年目ですね。21年目、はい、何歳からですか。今何歳、今今年で50です。今年50、うん、若いですね。ありがとうございます。そうでもないけど。え、何歳からやってるんですか。29かな。29で独立したかな。それまでは勤めで。それまではアメリカに行ってて、チカさんとかに。ああ。じゃあ英語似てるんですか。いや、ちょっとだけね。あの、自己紹介お願いします。もう嫌です。そういうくだりやめてください。英語いけるんですね。必要最低限だね。だってもうアメリカでも仕事してる時はほぼ喋んないじゃん。ほとんど仕事してる。何年いたんですか、アメリカ。アメリカは全部で5年。チカさんのとこには3年ぐらいかな。あ、そのここをオープンする前に。そうそうそう。で帰ってきてすぐオープンしたんで。あ、なんでアメリカだったんですか。アメリカはもともと僕ジェムって昔京都にあったでしょ、はいはい、あそこに入って、でフェニックスを立ち上げるので行かしてもらって、それがきっかけですね。ここは京都でいうと吉祥寺で、ここでもうでも16年ぐらいやってるのかな。得意種目、得意種目っていうか得意種目なんですか。得意種目っていうかもうチョッパーしか作れないんで、はい、古いエンジン、古いエンジンがまあ多いかな、まあ、ショベル、パン、まあ、たまにナックルとか、まあ、あとはエボもたまにあるかな。まあ、車検とか整備とかは全然、はいはい、まあ、全般やるけど、でお店の内容としては、うん、まあ、バイク屋さん、カスタム屋さんとしては一通りある程度の業務はやってます。飛び込みも来るんですか。飛び込みはあんま来る、たまに来るけど、今はなかなかね、やっぱりオーダー受けて作るのが多いんで、どうしても一元さんとか場合はお断りするせざるを得ない状況が今のところは結構続いてるかな。なんか今日のバイクの、まあ、僕乗ってたのは、はい、ベースは48の、はいはい、まあ、チョッパー、結構まあアメリカから入ってきたそのままの状態、はいはいはい、で、まあ、ちょっとあのディテール変えたり CC バー作り変えたりとか、はいはいはい、まあ、あとはまあ基本整備をやってたぐらいですかね。で、他のは赤いのは、はい、まあ今日走った中で1台だけ、はい、あのリジットじゃない、はい、ね、赤の、はい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 、あれが81年、でもともと乗っておられたやつを僕がカスタムしてっていう、で、まあ、立ち飲み屋さんの、そうですよね、立ち飲み屋さん、いくらさんですか、いくらさん、うん、で、まあ、僕が一番結構あの、まあ、なんかなんていうかな、うん、プライベートも、まあ、みんな結構プライベートで今日走った人は、うんうん、あの付き合いがあるんだけど、まあ、一番、まあ、仲いいというか昔から付き合いも長い、うん、あのパンヘッドだったよ、50年49年 の、はいはい、あのメッキフレンドのホットロッドショーに出したあの、まあ、スーっていうやつなんですけど、まあ、彼は、まあ、あの、まあ、なんか雑誌とかでもいろいろインタビューとかもあったんだけど、うん、あの彼もともとヘラ絞りの職人 で、まあ、僕作るバイクとかのサポートもしてくれてて、で、まあ、それで、まあ、自分のバイクを、まあ、自分でやってみたいという、まあ、提案を受けて、で、まあ、僕がベースのパンヘッドをアメリカから引っ張ってきて、でホットロードショーに向けて2人で、彼は仕事終わってからで店来て、で夜な夜な作り上げたっていう、まあ、僕はアドバイスしながら、できないところはサポートしてとかっていうので、基本的には自分でビルドアップしてっていう、まあまあ結構彼もそうやし僕もまあ思い入れのバイクかな。魚屋さん、魚屋さんね、鍋ちゃんね、鍋ちゃんは、あれは、55年かな、はい、56年やったかなのパンヘッド、はい、で彼のはもともともうちょっとフォークは短かったんやけど、だん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 エスカレートしていって、今はもうあの10人超馬の悪魔のようなバイクに乗ってるんだけど旅人スタイル、うん、まあ、彼は
結構市場で働いてるから、はいはいはい、まあ仕事も早く終わるんで、まあまあ晴れた日は毎日バイク乗ってる、まあ、京都市内で見かける人多いですねみたいな。まあまあその、ねうん結構やっぱり乗られる方、普段の足として乗ってる方うち多いんだけど、その中でも群を抜いて普段の足として乗ってる。まあそういう意味では、まあ旧車も普段の足として乗れるっていうところをね、まあ証明してくれてるっていう部分もあるので、まあすごいこうバイク愛に強い。見た目はね個性かなり強いですけど、すごい熱い男ですね。黒の艶消しのナロのスプリンガーのショベル。彼は、スワロネストっていう京都のタトゥーショップのオーナーさんで、でまあ、僕も彼のところにタトゥー入れるときは行ってるんですけど、うんまあ、彼もすごいあのバイク乗ってから結構ロング行ったりっていうね、堀さん同士のつながりもあってバイク乗ってる方も多いんで、まあ、そういうのでロングツーリング行ったりとかいう感じで楽しんでますね。スケーターの方、モットン、フライングウィールの書いた黒の方ですね。あれは84年最終ショベルかな。でもともと違う方が乗っておられたバイクをたまたま売りに出てて、で個人売買 で僕が作ったバイクをどうしても乗りたいというので、その前のオーナーさんから買って、でまあちょっと形作り変えて、でまあ今乗ってるんですけど、まあ、これから、ナックルを作ります。そうだからさっきホイール持って言ってたんですよ。そう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 、いや次1からちょっといきますみたいな、うん、でまあそれもちょっとね作るのもやっぱり楽しみなんで。運動神経いいですよね多分ね。運動神経いいっすね。そうっすね、うん、スケートもすごいうまいんで。杉原さんなんでバイク屋さんになったんですか、うん、きっかけというか。もともと何やろこうアメリカっていうものが、まあ、結構アメリカのものが好きで、はいはいまあ、例えば服であったりとか、はいはいまあ、古着とか、はいそういうまあ文化的な部分でが好きで、まあまあそのね高校生ぐらいになるとバイクに興味が出たりとかで、まあ国産のバイク乗ったりもしてたんですけど、でまあまあこうハーレーのに対する憧れみたいな、アメリカのバイクといえばハーレーでしょみたいなところで、でまあなんか昔のサイクルマガジンとかチョッパーマガジンを見てて、でなんかそういうのでチョッパーっていうねものを知って、でなんかこういうの乗りたいなとか、なんかこうね、そういうのもあって、最初ハーレー買って。何買ったんですか一番最初。一番最初はソフテルカスタムエボード93年かな92年やったかな。なんでそれだったんですか。いやもう右も左もわからんから、はい、とりあえずカスタムショップもそんなになくって、とりあえずディーラーに行ってでもうなんかわからんけど、はい、その当時だからあのハーレーダビッドソン&マルボロマン、はいはいはい、あれが映画館で公開されてて、まあ、あれにも結構まあまあ衝撃的な、はいはいはい、ミッキーロックかっこいいなみたいな、なんかそういうのもやっぱあって、であれが FXR っていうことも分からず、はいはいはい、そうですよね、なんかまあ似てるやつこれかなみたいなんでソフテル買って自分でもちょっとできることやったりとかいうのもあって、でもなんか何かが違うっていうのをずっと思ってて、はいはいはい、その雑誌に載ってるバイクと何が違うのかすら分からなくて、でも今思ったら、ね、ソフテルとリジットの違いっていうただただ単純なことなんやけど、それすら分からず、で、まあ、なんかそれを知っていくうちにやっぱり古いの欲しいなみたいななって、リジットのショベルを買って、でそれを結構こうやっぱ壊れるから自分でこう直したり維持食ったりハンドル変えたりとかしてて、これはもう自分で家でやるには限界があるなと。結婚、まあ、子供できて、で結婚するってなった時にこのままじゃいかんなと自分の中で長くできる、まあ一生じゃないにしても、まあ年いくまでできる仕事をしたいなと思って、嫁さんに後押しされたみたいなところもあって、バイカさん聞いてみたらって言われて、今やったら苦労しても我慢できると、若いから22、3とかって、はいはいはい、だから、まあ、じゃあそれで行ってみようってなって、で初めてバイカさんに就職して、そっからですね。あ、うん、でも好きから入ったんですか。うん、好きから完全にそうですね。なんだか分かんないところで、うん、そうそう、だから何もできない、何も分からない、
まあ、多少の知識はあったにしても、うん、もうそんな、ね、一般の今、ね、おられる方とほとんど同レベルからスタートして、うん、まあ一応バイク作れるぐらいまでは誰でもなれるんですよ、うんうん、ね。ちょっと頑張りゃ、ちょっと頑張りゃ、うん、頑張らないとダメですね。でも頑張らないとダメですよ。適当では無理ですよ。いつからチョッパーに向いてったんですか。でもやっぱり最初にこう衝撃を受けたそのセブンティーズとかエイティーズとかのそういう雑誌がやっぱりロングフォークやって、でももともとロングフォークが好きなんですよね。だから今思えば分からず見てたけど、まあそれがデンバーであったりベイリアであったりとかっていうそういうマネスであったりとか、今でもこうね名前聞きゃ好きな人は誰でも知ってるようなというっていうところにやっぱり衝撃を受けてるから、人っていきなり自分のスタイルなんて持てないし、やっぱりそういうものを模倣してるじゃないけど、ね、そのそういうものを作りたいっていう憧れがやっぱ強くて、ゼロの状態から始めてるから自分にすごいコンプレックスもあったし、で負けたくないっていうね、その負けず嫌いな部分っていうのもやっぱ結構強くて、いきなり来てすみません、チョッパー作ってくださいって。いますよ、最近。あ、いるんですか。います、います。僕らが乗り始めた頃と今とではやっぱりそのツールも違うし、情報の発信源も違うし、だから今がいい、昔が悪いじゃなくて、でも今は今のそのね世の中の流れがあるし、なんか今までなんかこうちょっと若い世代の人たちがこうバイク離れっていうか乗り物離れしてる感が結構言われてたじゃないですか。でもなんかここ1年半ぐらいでなんかちょっと変わってきたのかなっていう気は、うん、だから20代前半の男の子とかがバイク乗って、まあハーレーじゃないにしてもあのいつかハーレー乗りたいってやっぱりちょいちょい来てくれたりとかするんで、やっぱりなんかちょっとなんか今までの感じとはまた違うですね、うん、違うっていうか、そういうねやっぱり若い世代にも盛り上がってくれないとなかなか文化が継続していかないっていうのがやっぱあるんで、バイクに興味あった人がちょっと乗ってみようかなとか、どうせ乗るならっていうのでオーダーくれたりとかいうのは増えた気はします。うん、だからイベントもないし、ね、バイク作っても見せるところもないってなってくると、やっぱり、ね、みんな、ね、ユーザーさんも行くところがないから、でどうしてもその今までやった趣味が例えばできなくなった状況になって、まあ、バイクやと一人でも楽しめるし、で、まあ、あんまりそんなに密になる機会も少ないしっていう意味で、まあ、今の時代には合ってる趣味なのかなっていうのは、ちょうどいいですね、うん。杉谷さん、あのチョッパーを作る、はい、カスタムバイクを作るってなった時に、はい、気をつけていることだったりとか、うん、こだわっていることだったりとか、基本的に僕が作ってるバイク、まあ、いわゆるチョッパーっていうカテゴリーで考えると、はい、基本的にはやっぱりマイナスの乗り物やったんですね、まあ、オリジナルのスタイルがあって、そこからいろんなものをそぎ取って、うん、でそのテイストに仕上げていくっていうのが、まあ、チョッパーなんかなって僕の中では思ってるんですけど、うん、だからやっぱり自分の中の、ね、なんかこう基本形みたいなのがあって、まあ、ラックスタイルというかどうか分かんないですけど、まあ、その世間的に言われてる、うん、あの雰囲気見ればラックだなって分かる、うん、そうそうそう、だからそういうのをちょっとずつプラスしていく、うん、だからできるだけド派手なギミック満載みたいなのは僕はあんまり作らないし求められてもないんで、自分のテイストを少しずつ入れていく、でそのバイクに統一感を持たせるっていう、まあ、自分の中 の, そのバイクを作る時のテーマみたいなのがやっぱりあって、モチーフとかで、まあ、あとはそのオーナーさんの雰囲気とかその求めてるものっていうのをできるだけ取り入れて、 100% お任せっていうのは言う人もいるんですけど、それは基本的には断るというか、あの何かテーマをくださいっていうのは言いますね。そうそうね、うん、あった方がいいですよね。そうそうそう、だから何もない状態からっていうのはやっぱりここに来るっていう、うちに来るっていうことは、その僕に
僕が作ったものに対して共感してくれる人が、まあ、来ますよね。まあ、通りがかりでバイクくださいっていう人は、まあ、ほぼほぼいないんで、だから何かしらの情報を得て、でその中でも僕が作ったバイクの中でこのバイクが一番好きっていうバイクってやっぱり皆さん持っておられるんで、だからそれをもう乗っておられるオーナーさんがいるんで、全く同じものはやっぱ作れないんで、テイストを殺さずまたちょっと違うテイストのものっていうのをやっぱり作るようにはしてますね、うん、ラック今、うん、その今はラックの色がこうどんどん出てきてるじゃないですか、はいはい、そうなるきっかけみたいのって何かありました？今はちょっとそのやり始めた頃と自分の立場とかも違うし、まあ、あれやけど上に大きな存在っていうのは絶対やっぱりいたんで、それが例えばワイルドロードの阿部さんであったり、その当時のゼロの木村さんであったりとか、もちろんその柴崎さんとか、ね、川北さんとかいう方がやっぱり絶対的なところにおられたんで、だからやっぱそういうところにやっぱ近づきたい、真似てましたよそっからそっからなんですね。そうだから真似からって、うん、でもやっぱり今でも僕はもうあの木村さんはすごいリスペクトしてるんですけど、あの人の作るバイクっていうのは真似できないんですよ。だからその物の取り付け方一つ、物の使い方一つっていうのがやっぱその人のセンスってやっぱりね出るし、タンクのちょっとしたマウント位置とか高さとか深さとかヘッドライトの位置とか、僕その辺すごく自分の中ではこだわってるんですけど、だからやっぱそこってその人のセンスってすごい出ると思うんですよね。うーん、昔は真似てましたよ。だから真似ても結局真似なんですよ、はいはい、だからやっぱりその中でそれを作るだけの技術が伴ってくると、まあ、例えば自分やったらこうするかなとか、まあ、ここは次作るときはこうしようとか、だから自分の中でこう課題をやっぱり作っていくんで、自分がどれだけのものを作れるかっていうのの積み重ねなんですよね。オーナーさんがいて初めて、ね、その成り立つもんで、だからその人がそれに乗って人生でプラスになれば、ね、これほど素晴らしい仕事はないし、それでお金もらえるっていう、こうなりたいなとか、目標なり目標、そうですね、とか、だからまあ近くで言うと、はい、もう最後アメリカにバイク持って行ったのが、まあ、ボンフリーなんですけど、はいはい、もう7年8年前なんで、でまあ今こういう状況なんでなかなか海外行けないですけど、はい、でもやっぱりアメリカにちょっとまた行きたいなっていうバイク持って、はい、っていうのはまず一つあって、でまあ、あとはそうですね、近いところでもう一つ言うと、まあ、ちょっと移転も考えてたりとか、ね、あの広いところで機械も入れれたら、ないこうカスタム内容の幅であったり仕事の幅をもうちょっと広げられるようにステップアップ、1個2個ぐらいはステップアップしていけたらいいかなって。杉原さんから見るじゃないですけど、うん、カスタムショーって、うん、結構出すじゃないですか、出しますね、まあ、色もすげえ建物いっぱいもらってるだろうし、うんうんうん、あれですけど、どういう意味あります？意味というか、うん、僕はやっぱり、まあ、宣伝っていう意味で言ってるんで、はいはい、まあ、そのアワードを取る取らないっていうのは、まあ、その時のね、あの見に来ていただいてる方とかその審査される方の基準なんで、うん、まあ、取れる時取れない時はもちろんね、うん、あるんで、基本的には宣伝になれば、はい、であとは必ず2台か3台は出すんですけど、1台は絶対新作を持っていくようにしてるんですよ。それがそのイベントに関わらず、はい、うん、でないとやっぱりダブって見られる方も絶対おられるんで、だからそういう意味で来た人がまたこのバイクかっていうのがみんなやとやっぱりショーも盛り上がらないし、はいはい、面白くないんで、だからまあまあその新作をそこに合わせてね、普段やってる仕事の中でそれ間に合うやつは間に合わせて持っていくと、オーナーさんもやっぱり、ね、はい、イベント出されると喜ばれるんで、でまあそういう意味で宣伝っていう兼ねてなんですね、うん、待ってもらっただけのものは作るようには心がけてますし、まあ、最後に乗って待ってよかったですって言ってもらえるバイク
を作るっていうのを、まあ、基本的には信条にしてます。今日はお忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いい走りもしてもらって、いえ、どうでもないです。絶好調のバイクで、はい、来週の人ですね、はい、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。